ポリリズムって言葉聞いたことある人結構いると思うんですけど、まあ、いろんな種類があるんですけど、分かりやすく一つ説明するとすれば、2種類のリズムが同時に進むことです。2,3,4 例えば4拍子のビートの中に3つで終わるフレーズ、 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 フレーズは 1,2,3,1,2,3 なんですけど、ビートが1,2,3,4 4つで進んでいくんです。なんでこれに惑わされず 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 三角と四角を一緒に書くようなイメージで惑わされずに弾けるとリズム感向上します。練習してみてください。前回のポリリズムの続きなんですけど、どうしてもフレーズに惑わされて4拍子が取れない、 1,2,3,4 テータと 1,2,3,1,2,3 あれ一拍目どこだっけってなっちゃう人は、フレーズを言葉に置き換えて考えるとちょっとやりやすくなります。もう何でもいいんですよ。例えばレタスとかでもいいですね。3文字の言葉ならそれを4つに分解して考えます。なんで、レタス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 って考えると進むときに C4 レタスレカスレタ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 っていう風に惑わされずに弾きやすくなります。練習してみてください。テクニカルなこととか練習してるとついつい見失いがちになっちゃうんですけど、もともとベースで何をしたいかというと、音楽を演奏したり自分を表現したり相手に何かを伝えることですよね。それって一番伝わりやすいのって声だと思うんですよ。例えば人にありがとうって思った時って、頭でありがとうって思ったらもう言葉でそのままありがとうが出てるんですよね。それと同じでベースも演奏しようと思ったことがそのまま音にしっかり出ればすごく綺麗な音色で相手に伝わると思うんですよね。それどういうことかというと、僕の考えでは右手と左手のタイミングを合わせること。左手っていうのは何かを弾こうと思った思考で、右手っていうのはそれを表す感情だと僕は思ってるんですね。なんでそのタイミングがしっかり合えば綺麗な音色で弾いてる自分も楽しくなって相手にも伝わると思うんです。なんで左手と右手とのタイミングを合わせながらベース楽しみましょう。ゴーストノートっていう言葉聞いたことある人多いと思うんですけど、これ何かっていうと音にならない音のことです。押さえずに右手だけ弾く。でこれ入れると何が変わるかっていうと、ノリがだいぶ変わります。3弦7フレットから入れると細かい違いなんですけど全然変わります。これがタとタトゥーテー2個入れるだけ。大げさに入れまくると入れない、入れると練習してみてください。ゴーストノートの続きなんですけど、ちょっと簡単なフレーズで練習してみましょう。5,7,9,3弦ですね。これでドドドドドドド、このフレーズにゴーストノートを入れます。ドツク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 、慣れたら16部4つ目にだけ入れるパターンもやってみます。練習してみてください。前回のゴーストノートのちょっと上級者向けの応用です。こう弦を弾いてアタックを出す方法がゴーストノートなんですけど、もう一つ弦に指を当ててアタックを出すこともできます。これができるとアタックを出して弾くと、これで2個音が出せるんですね。結構便利で、これを前回のフレーズにはめるとっ
結構楽なんですよね。でこれをもうちょっと手数増やして応用フレーズみたいな感じで弾くとどんな感じになるかっていうと、みたいな感じになります。ちょっと難しいですけど練習してみてください。前にコードの3音の話したことがあるんですけど、メジャードミソマイナードミソとか、このメジャーマイナーに加えてコードネームって7って書いてあることが結構あるんですね。これどういうことかというと、7番目の音を足して4和音で演奏してくださいねという表記になります。7番目ってどこかというと C1 番とすると 1,2,3,4,5,6,7 オクターブの1つ下の音ですね。じゃあ C で考えるとドミソシになります。これが D マイナーになるとレファラドになって、ドから見た7番目の位置とレから見た7番目の位置ってちょっと違うんですよね。これ前に3度で説明したメジャーの3度とマイナーの3度の位置が違うように、セブンスも2種類あります。次回に続きます。前回の続きなんですけど、セブンスって2種類あるよって話したんですよ。オクターブ上から半音下がったところと1音下がったところで、これも覚えちゃいましょう。この半音下がったところがメジャーセブンで、1音下がったところがセブンスということは、 C メジャーセブンはドミソシなんですね。でセブンスがドミソシなんです。これここメジャーセブンならこっちはマイナーセブンなのかというと、そうではなくて、ここがいわゆる普通のセブンスということは、マイナーセブンってどうかというと、この C マイナーのセブンス、 C メジャーセブンは C のコードのメジャーセブン、じゃあ C セブンっていうのは C メジャーのコードにセブンス、じゃあ最後どういうことが起こるかというと、 C マイナーメジャーセブンというコードもできちゃいます。これが C マイナーにメジャーセブンですね。もう一回続きます。前回前々回とセブンスの話なんですけど、まあ、メジャーコードマイナーコードにセブンス、メジャーセブン、セブンスがつきますよって話なんですけど、よく見るとコードって全部 C なんですよね。 C メジャーセブン、 C セブンとかで、ベースが弾くのってルート音なんで C ドの音なんですよ。メジャーセブンの時もセブンスの時もベースっていうのはドを弾く楽器なので、いまいちこう今メジャーセブンなのかなとかセブンスなのかなっていうかイメージがつきにくいんですね。なんでちょっと和音で聞いてみましょう。メジャーセブンっていうのがちょっと幻想的な響きで、セブンスっていうのがちょっといなたい響きで、マイナーセブンっていうのがちょっと物悲しいおしゃれな響きで、マイナーメジャーセブンっていうのが結構えぐい響きですね。で、まあ、この和音っていうのはこのドがいるから、ルートがいるからこその位置関係で成り立ってるので、まあ、ベースがドを弾くのは絶対なんですけど、フレーズとか作るときにこういう知識があるとすごく役に立つので覚えてみてください。今回はちょっと左手のアカデミックなエクササイズをやりたいと思います。ドレミアソラシド使ってドレミまでいったら1個下がってレミファ1個下がるミファソみたいな、3歩進んで2歩下がるみたいなやつですね。ちょっとやってみましょう。 2,3,4 ソラシラシドシド戻ります。あんまりこうポップスのベースラインでこういう動きってないんですけど、やっぱ指が自由に動くようになるので、あと音の把握にもつながるので、ちょっとやってみてください。